来ました、風味来ましたね。これがハマー、もうガンガン乗せちゃっていいみたいなんで。あ、そうですね。はい、おいしょ。仕方全く聞いてないですけど、サイドがガッて、うん、これをガッていくと取れます。で、足で踏む、足で踏むとサイドがかかります。オッケーオッケー。あ、じゃあ基本動作は結構効いてくれたんですね。はい、気をつけてください。で、ね、どんぐらいあるの？試乗ですもんね、今回は。そうです、今回試乗。結構スピード出てるつもりでやってたんですけど、はい、ゴシゴシしか出てなかった。本当に、うん、あ、じゃあ重さがあるんですね、やっぱ。こういう道も怖いけどな、僕は。いや、めちゃめちゃもうギリギリな感じしますね、はい、幅いっぱいみたいな。踏みサイド圧迫感ないですか？別に、あ、キワキワだなとか思わないですか？別にあんまないですね。こっちする方が圧倒的に多いらしいです。あ、そうなんですか、はい。うわー、すごいな。大丈夫ですか、こっち。これ赤ギリギリですけど。見てないです、全く見てないです。これ赤ギリギリです。え、来ました。すごくないですか。完璧です。あ、そう、びっくり寿司、びっくり寿司、びっくり寿司行きましょうか。うずみ、うなうじゅうでいいんじゃないですか。お祝い、今日はお祝いなんで。何のお祝いですか。足して、足していきます。お任せ12貫を2つください。はい、いいっすね、12貫セット。じゃあ、新鮮なうちにね。はい、ありがとうございます。この後、300万の時計買わされるんですよね、僕、番組で。中野に行くんですよ。はい、あ、よかったです。あの、信頼置いてるんで大丈夫です。変わり道ですね、なんかいろいろ。これ分かりますね、なんか。それなんか、あの、デンプシーですよね。デンプシー、マジで何言ってるか分からないけど。何でしたっけ、何でしたっけ。バンクシー、バンクシーですよね。ねえ、あ、そうか、知ってるんですね、さすがに。デンプシーって言っちゃったけど。そう、これね、ナイキの。ナイキね。え？呼んでないですから。小山さんじゃない、呼ばれてないですから。高いね。高い。行きましょう。中野ブロードウェイ。お、よく覚えてますね。すごい。30分かかります。はい。いいですか、僕と靴じゃないですか。全然大丈夫です。ハマゴー。どうですか、今日楽しいですか、フミ。いや、楽しいですね。僕とのデート楽しいですか。はい。ハマが楽しいですか。全部ですね。トータル。ハマどうですか、乗り心地。今のところ最高にいいですけど。やっぱ乗り心地大丈夫ですか。はい。運転はやっぱ大変そうですよ。いや、でもいいなぁ。でも乗っちゃえばいけるなぁ。まあ多分慣れてくるんでしょうね。あとは本当に駐車場だけです。おいしい。それ何飲んでるんですか。ソイラテの、ソイラテのホットです。いや、あの、くださいとは言わないですよ、さすがに。ちょっといくらぐらいで買えるかも聞きたいなぁ。あと言った通り故障メンテ。あ、なんかパーマがちょうどいい感じかも。ちょうど緩和して松田優さんみたい。あれ結構本当にきつくないですか。結構きついっす。え、あ、どうこれ。ちょっと待って。ちょっと右が、右どう、右は OK です。右は大丈夫です。やばいこれ。いやいや、なんで睨まれなあかんの、このお兄ちゃんに。こっちや、こっち。こっちお互い様ですよね、こんなんね。そうか、別にね、侵入禁止なわけじゃないんだから。でも、もっと先にね、工事中だからね、ハマー禁止とか書いてくれてたらね。そう僕もそれはノーハマーですけど。あ、これは大きい駐車場だね、一見するとね。じゃ、この24番に入れてみようか。うわー、あるの、こんなとこにって言ったら失礼やけど。それこそ花丸うどんとか。ちょっと下品ですね、これは。ちょっと見てみましょうか、とはいえ。とはいえ。
もう1000万超えてますよね、だから1000万しか予算ないんで、はい、100、まあでも誤差、いや値下げできるでしょこれ。あ、え、ちょっと聞いてみてもらっていいですか。ちょっと下がったりすはできるんですけど、値下げとか。そうですね、今はもう現金とかでやってますよね、キャンペーン価格にやってます。しまったカードしか持ってきてないな。これ一個一個スイスで手作りで永久保証です。どんな壊れようがってことですか。だから孫の孫の孫の孫でもこれ持ってったら渡していけば、はい、やっぱ青ですかね。いやでもかっこいいや、かっこいいですから全部結局。どうさ時計を買うシリーズ、いやあねいやこれでも来られますよね、おばあちゃんに実家帰って、まあ、まあまあまあそんなの買うんだったらうちにちょっと仕送りしやよって言われるかもしれないですけど、やっぱり仕事頑張ってきた証でもありますからね。本当に初めてです。え、有名なんですか。だからやっぱ小劇場もここから行きます。あ、ちょっとじゃあそれ行きましょう。あ、なんか下町なんですか。下町なんですかっていうのおかしいけど、なんかいろんな本当にいろんなものがあります。これ一応建物の中なんですか。建物の中です。なんか真っ直ぐのゲーセンがあったり。いやそっか、500万しちゃいますもんね、はい、これ探してたやつの、あこれであの1個フリーとおっしゃってた、僕でもその違い分かってないですよね、ぶっちゃけ。ありがとうございます、ちょっといっぱい触っちゃって。ちょっともう一回あの見てから来ます。はい、ありがとうございます。たくさんあれをね、その場で450万買うっていうのも良くないかもしれないですよ。思わないですかね、はい、ちゃんとそういう冷静な判断。ありがとうございます。お疲れ様でーす。欲しいですね、逆すぎる。いやムービー、はい、どうでした今日は。いややっぱハマーも乗りこなしてましたね。いやかっこいいです、ハマー広々してますね、やっぱいいですよね、はい。いやありがとうございました、本当に借りてもらって。いや良かったですね。これね、はい、H2 ってやつなんですよ。 H2、 はい。で正直もうお察しの通りちょっとでかいんですよ、でかすぎたんで、はい、ちょっと次 H3 を試乗したい。 H3 を手に入れてこればいいですか。そうです、わかりました。 H2 は確かにもう今日みたいな一日経験できただけで本当に楽しかったんで欲しいですけどね。ちょっと東京だともう駐車場が無理ですね。駐車場が困難ですね。もう本当にきつかった。なので H3 はもうワンサイズ小さいんです。ちっちゃい。極端な話、僕のマセぐらいの小ぶりな。色は別に黒がいいですよね今度は。